はい、皆さんこんにちは、ガムシロと申します。ということでね、音歴続きをプレイしていきたいと思います。じゃあ、プレイ再開していきます。ここの、金庫にはダイヤル錠がかかっている。ダメだ、入力しようとしても決定キーが外されている。で、この決定キーを探さなきゃいけないんですけど、決定キーがなくてですね。で、前回フィルムまでは撮ったのかな。2407で、ここの場所が全然わからないですね。この場所、でな、花瓶の場所を探さなきゃいけないんですけど、ここからちょっと行き詰まってて、どこに行ったらいいかわからない。とりあえず上行ってみる。やばいやばい、危ねえ、走るの忘れてた。これはでも前回見ましたね。なんかないのか。何もないな。どうしたらいいんだよ。あ、なんか光ってる。あ、バラの造花が刺された花瓶。花瓶手に入れた。ちょっと待って、こっから大事な。はいはいはい、オーケー。こっち出たけどさ、こっち出たけど、なんかあるのかな。こんな暗かったっけ。うわぁ、大丈夫か。うわぁ、おぉ、ちょっと待って、ちょっと待って入っていったなぁ。これ大丈夫か、これ後を追えってことなのかね。え、ひどい周期だ。この奥に何があるか考えたくもない。あ、よく見たらここになんか人いたのね。うわー、ここなんかこっち行けるのって言うじゃん。あ、ここであれか、手に入れたのか、何かを。ん？あ、なんかくぼみ的な、くぼみ的なものがあるけど、何かを置けそうだ。なんか花瓶？あ、花瓶だ。あ、で、これか。間違えた。2407。はい。OK。フィルム B。何かが映っている映像用のフィルム。フィルム B を入手した。あ、天気。何かの端末機、エントと書かれている。天気を手に入れた。ああ、ちょっと待って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 、ちょっと焦った。はい、じゃあちょっと。くっそ。またこっからか。出てくるから、すぐ下。天気を手に入れた。
はい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 。ジェトラ怖くねえぞ。ああ待って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 。あ、ここまで追ってこないの。なんだ。あ、ちょ。フィルムビーか。え？どこだこれ。8290。ああ、あの後ろのとこか。8290ね。オッケー。あっ、あいついない。なんで、あの役に立たないって言ったらあれだけど、まあ助けてくれたからね、あの人。牙だった。あ、セーブした。あ、やばい。間違えた。まあ、いいか。同じとこにセーブしちゃった。ダメだ。天気が外れ。ああ、先に天気か。オッケー。あ、違う。で、かかっている。で、8290。いいね。よし。あ、ダメだ、開かない。なんで？え、ちょっと待って。8290。8290ね。8290。なんで開かないの？え？好き。いや、これ見たな。なんだ？どういうことか。なんかが違うのか。またフィルム見るか。他がいないのが気になるけど、なんでな。フィルムが、あ、ごめんなさいね。なんだ、何が違うんだ。8290。多分なんかが違うな。何が違うんだ。逆から読んだろ。8290、0。もうさっきこれやったもんね。でも5じゃないってことじゃん、そのまま。いや、でもそんなことないな。06。06。28か。あ、開いた。じゃあ5じゃないのか。いや、あれは逆にしなくていいのかったの。あ、鳥かご。え、ちょっと待って。普通に、え、出ていった。なんだったんだ。うわ、暗くなってる。普通にここ開けりゃいいの。まさか。アイテムで。どうかも。オッケー。まがたま。
マガタマで入ってるか、年季の入ったマガタマ、キバ曰く鍵の門になっている。いやいや、お前どこ行ってた。お、それはもしかして。周一よくやった、ちょっと見せてくれ。マガタマを渡した。あ、そういう風にするの。どうも間違いなさそうだ、うまくいきそうだぞ。よし、さっさと門の先に抜けて脱出しよう。なんだって、その前に春菜を。なんだ、なんだ、あ、あれは、あ、春菜。木場さん、やっぱり春菜を放ってはいけないよ。俺は行く、木場さんは先に。周一、それはダメだ。でも今逃げれば二人確実に助ける。あ、今逃げれば二人確実に助かる。俺とお前だ。でもお前がその子を助けに行ったら、まず間違いなく犠牲者が一人増える。お前を死にに行かせるわけにはいかない。引き入れてくれ周一。ここで見捨てたら春菜は。周一、木場さんが俺を見捨てないように、俺も春菜を見捨てるわけにはいかないんだ。だがこの状況では、木場さん、俺は絶対に春菜を助けて戻ってくるよ。だから木場さんは先に脱出してくれ。クソ、勝手になら勝手にすればいい。いいか、俺は止めたからな。木場さん、ありがとう。待って、木場さん、そっちに行きたいよ。ダメか、行かなきゃダメ、行かなきゃダメか。木場さん戻ってこないかな。何このなんか感動的な音楽みたいな。あ、セーブできる。セーブしとこう。木場さんよ、先に行くとかなしだぜ。もうっていうか、なんで春菜だけあんな風になんか丁重に扱われてんの。こっち何回も死んでんのに。こっち行くしかないか。ああ、後ろから。いや、それはないぜ。それはマジで、それはないくない。どうしよう、もうまだ続けるか。いや、今のはなしやろ。ということは奥に行かなきゃいけないのか。ちょっと待って、ちょっと待って、開かない。ちょ、待って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 、こっち合ってんの。あ、合ってた。ちょっと待って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 、長押し長押し長押し、ちょ待って待って待ってって、ちょ待って、うっそ。くそー、もう一回やり方分かった。はい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 、ここは開かないから、長押しね、早く。よし、なんだ今のは。まさか神社の地下にこんな空間があるなんて。開かない。じゃあ一旦セーブしますか。あ、まあいいか。よし、ここは、あ、何、また誰かここに立ち入ったな。大方、我が子を生贄に差し出すのが惜しくなったといったところか。これは録画映像か。騙されているとも知らず、バカなやつよ。お前もわしらの糧になるのか。なんだ。うわぁ、ちょっと待って。まあ、まずい。
なになになに、ちょ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 、ええちょっと待って、なになになに、ちょっとこう、ちょっと待って、これなんだなんだなんだ、あちょっと待ってちょっと待ってよ、謎解きかよ、こっからにしようか、はい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 、わかりましたわかりました、勝てとなるんですね、勝てとはなりませんよ、絶対生き残る、絶対に、これが何なのかを知ろう、4で上3 5 4 3 5 7、3 5、あーちょっと待ってー、ちょっと待ってただ単に間に合わなかったっていうくそもう一回です、はい、くそー、こいつマジで4357 4357、わざわざこんなヒントまでくれて、ちょっと待って、あーよかった、ちょっと待ってゆっくり行こう、三つ道があるな、おーいちょ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 、うーわーくそ全部引っかかってんな、あーこっからあれ？あ、ここエスケープゾーンなんだ。はい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 。なんだこの仕掛けは？狂ってる。ほんとだよ。最初わかんなかったよ。もう、とりあえず進むか。あ、はるな。よかった、息はある。はるな、はるな、聞いたか、柏葉はるなの母親、病院のベッドで亡くなったそうだが死因は溺死だとさ、え？溺死？顔を水につけてた形跡や揉み合った跡もないのに綺麗な状態でた、ちょっと待って、顔を水につけられた形跡や揉み合った跡もない綺麗な状態でな、2代前柏山善蔵が行方不明になったのを皮切りにあの家は不幸ばかりだ、次はあの子の番に違いない、呪われた血筋だ、誓えるんじゃない、なるほどね、この子なんかいろいろ背負ってんだ、え、なんでなんで猫殺されてる、ちょっと待って、なんでいけないよそんなとこ行っちゃう、またあの夢、嫌な記憶、ここはえ？うわ、今春の動かしてます、さっき倒れてたのじゃあ誰、少女の少女たちの音言音源、神や仏がいなさって悪を罰してくださると小さな時に聞きました、アマニエ様に捧ぐため村のためと来ましたが
誰か助けてくれようか。すべて真っ赤な嘘でした。別れた姉とその晩に男性の腹中で会いました。泣きの涙に捨てどころなく、この世は等しく飢餓地獄。アマニエ様、どうか奴らに天罰を。つきませぬこの世の恨みに一切、どうか奴らに天罰を。どうか奴らに天罰を。男の腹中で、なんだ男の腹中って。あ、ライトがないから。え、ちょ、待って。なに。え、なんか血がちょっと。ライト欲しいな。なんか声聞こえる。いや、やば、マジで怖。なんだそんな、現実じゃない。てか同じとこ行ってない、これ。ほら、同じとこループしてる。え、どういうこと。あ、戻るか。開かない。じゃあこっち。あ、こっち行けた。あ、違う、道が違う。ちょっと待って、なんか声聞こえるけど。この道で合ってんのか。なんだ、ああ、ちょっと待って。俺は悪くない。悪いのは全部あいつだ。村長が、柏場が悪いんだ。全部柏場がやれって言ったんだ。そうさ、俺は手伝わされただけだ。でも俺も子供の肉を食っちまった。美味しかったな。だからもう柏場を裏切れない。今のは一体、それに柏場が悪いって。柏場、私と同じ名字。あー、じゃあこいつさ、もしかして村長のあれなんじゃない、あの子孫みたいな。悪くない。まあでも村の風習だったら。おお、ああ、なぜ私ばかりこんな目に。この世で最も嫌いな男と舞を不死道を共にさせられ、この世で最も嫌いな男と舞を不死道を共にさせられ、この上娘を生贄にするだなんて。柏は許さない。絶対に。私は死んでもいい。せめてあの子だけは逃がさなくちゃ。うわ、私は今何を見てるの。ああ、ふふ、ようやくあの女を手に入れた。私、お前は私のものだ。夫だろうが娘だろうが、お前を引き止める者は全て潰してくれるわ。それに人を食うたのはお前も同じこと。わしらは不利一体。お前はわしのもとにいるしかないのだ。このわしの柏は善蔵のねぐらにな。善蔵、すげえ悪いやん。柏は善蔵、人を食う。善蔵が行方不明になったのを皮切りに、この家は不幸になる。ああ、なるほどね。嘘、この人が私の先祖。最悪やん、前祖。名前に善って入ってるのに。そして全ての死亡者、そんな。おお、何なの一体。
こいつなんでこんな、ちょ待って、ずっとさ、なんか平然といるけどさ、ここはどこなんだ。こっち行けない。行けた。調べられないね。特に何もないのか。こっちも行けるね。あ、こっちも行ける。あ、行けなかった。とりあえずこっちに進むか。あ、もうごめんなさい、ごめんなさい。私はもう終わりみたい。せめてあの子は地下道から無事に逃げ切れればいいけど。わあ、土地神様、アマニエ様、もし本当にいるのなら力をお貸しください。どうか奴らには報いを受けさせてください。どうかあの男の一族を、柏場一族を松代まで根絶やしに。わあ、柏場一族。そうか、私が最後の一人なのね。柏場一族は昔からずっと呪われてたんだ。あいつの狙いは私のせいで。いやー、これでもさ、春菜悪くないよね。だって何にも知らないんだ。しゅうくん、春菜、起きたか。しゅうくん、どうしてここに？助けに来たんだ。立てる？本当に、大丈夫か？ごめんなさい。体に力が入らないの。そうか、ちょっと待ってて。まずは出口の確保だ。ああ、これで動かせるのか。出口の確保ってここしかないの？閉めた。これで、なんとか。急ごう。ここは危険だ。え、シュウ君大丈夫？重いでしょ、私の体。大丈夫だ。ごめん、自分で歩きたいけど、どうしても体に力が入らなくて。いいんだよ、ちょっと揺れるけど我慢してくれ。お姫様抱っこじゃなくて背負っていけよ。なんでわざわざお姫様抱っこだ。本当にごめんなさい。シュウ君が来てくれなかったら今頃。気にするなよ、来たかったから来ただけさ。これ絶対結ばれるパターン。最後、シュウ君、私ね、さっきとても恐ろしい夢を。柏場の一族を松代まで根絶やしに。夢？もしかしたら私さえいなくなればシュウ君は。なんでもない。私とても嬉しかった、シュウ君が来てくれて。シュウ君が助けてくれなかったらとっくに死んでたかもしれない。本当にありがとう。なんだ、そんなことか。シュウ君は私の命の恩人だよ。大げさだよ。当たり前のことをしただけさ。これ何を見させられとん、ずっと。大げさなんかじゃない。シュウ君は、大げさなんかじゃない。シュウ君は何度も私を助けてくれた。もう十分すぎるぐらい。あとは門から外に逃げるだけだ。もう安心だよ。これでやっと出られるんだ。本当に出られるのか。逃げ出した少女のトロ。ようやく地下から這い出した。花に嵐の例えもあるが、あるか。さよならだけが人生ならば。それなら今地は何なのさ。こんな形で死んでたまるか。当てなくとも逃げねばならぬ。何を言ってんだ、ちょっと昔の言葉すぎてわかんねえな。あ、セーブできましたね。じゃあ、一旦ここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価をお願いいたします。じゃあ、失礼します。さよなら。